皆さん、こんにちは。車の雑誌のチャンネルでございます。本日はどのような車をご覧になりにいらしたんですか今日の話題をご案内させていただきます。鈴木は、ワゴン R2017 年1月27日、2022年3月10日製造のリコールを国土交通省に届け出ました。サイドエアバッグ展開時にドアが開く恐れ。 続きは2022年5月19日付で、ワゴン R2017 年1月27日、2022年3月10日製造、計2 1630台のリコール、回収・無償修理を国土交通省に届け出た。国土交通省によると、全席ドアにおいてドアラッチおよびストライカーの設定が不適切なため、 側面衝突時にサイドエアバッグが展開するとドアラッチが変形するものがあり、最悪の場合、ドアラッチとストライカーの噛み合いが解除され、全席ドアが開く恐れがあるという。車内からの情報によりリコールの届け出となった、なお、同様の不具合や事故の発生は確認されていない。